本日はミミックノベル。よし、来た。あっしゃ。はい、前回、カジノさんが得意であろう分野、はいはいはい、小説ということをテーマにして、本日は、司馬遼太郎編でございます。おーい。もうね。はい。まあ、司馬遼太郎そんなにたくさんは読んだことない。はい。で、その全部は知らないですけど、はい。絶対に二人よりは知ってますから。そうだね。ニュアンスがね、もう。というわけで、まあ、勝つでしょう。はい。わかりました。このゲームは、20枚のカードの中から、一人4枚カードを取ります。本物の司馬遼太郎のカードを取ったら、プラス1ポイント。偽物の誰かが書いたミミックカードを取ってしまったらマイナス1ポイント。自分のカードが場に残ってしまってもマイナス1ポイントとなります。総合得点の高いものが勝利となります。はい、では最初は誰ですか？はい、寺島でーす。はい、じゃあお願いします。もうこれ、でも知ってるものありますから。うん、知ってるのは、なんだこれです。まあね、飛ぶはごとく。おー、はい。これは知っております。はい。これは間違いないと思います。いただきます。出た。これは僕読みました。あ、飛ぶはごとく。あとはもうわかりますね。このキャビアテラントはないでしょ。その、ペルシャとかアムスター。これはミミックですよ。だって、スチュワーデスでしょ、行ったってスチュワーデスじゃないですか。時代が時代が。そう、ね、もしあったらね、そう、僕 ね、 なるほど、ちなみに、ちょっとこれを見てほしいんですけど、はい。これ、今までの時計、あの、林さんと寺島さんが撮ったミミックを、僕ちゃんと調べてた、はい、今回、はい。そっから傾向と対策を。あー、もうちゃんと練ってきたんですね。寺島さんは大体、カタカナは1個は入れるっていう。おー、なるほど。あ、でも、なんか結構はい大海原の太陽、はい、はあ、なるほど、なんかやっぱりねポジティブなんですよ、はい、あの司馬遼太郎っていうのは基本的に、なるほど、なるほど。じゃあ私この中にですね、はい、カタカナ3つあるんですよ、まず、はい、ありますね、全部ミミックって僕ないと思うんですよね、うん、なるほどね、だからその中で唯一これペルシャの幻術師、うん、これがまだ、まだ、あキャビアテンダントに。そうだね。これ。おー、はい、なるほど。僕はでもね、はい、林さんとカジノさん書かないな、これは。うん、森の美少年。森の美少年。これは書かない。多分こうだよ、昔のそんな感覚で書いてるような気がする。おー、なるほど。ね、うん、多分、でもこれか、二人書くようだったらもう僕は負けてもいいですよ。おー。窓か、妖怪は、うん、どっちかだと思うんだけどな。結構林さんはシンプル系が多いんです、うん、なるほど。だから妖怪、はい、窓をちょっと一回保留にして百花、百花繚乱の繚っていう字は難しい、あ、なるほど。難しいのかな。そうすると雪月花か。どっちかと言われれば、はい、雪月花、はい、なるほど。いか悩むと結局取ってんだよな。決まりました。はい、はい、これ赤猿の銭、千、千、はい、ああ、なるほどね。こういう、もうだって言葉の意味がわからないからさすがに使わないんじゃないかな。なるほど。そうなるとしたら菜の花の沖なんだよな。いや、菜の花の沖。菜の花の沖。そう、意味がわかんねえんだよ、それも。だから、やっぱ本物っぽいけどな。この丸もね、丸怪しいですよね。だよね。なんだ、そのモーニング娘。彼は？侍。これは怖いって。司馬遼太郎っぽくないと思うから。城を取る話。シンプルですけどね、これも。シンプルね、城を取る話。そんな、雑だよね。でも、妖怪物も、一個らあんのかな、司馬遼太郎。妖怪。なるほど。はい。いや、私ね、やっぱね、このキャビンアテンダントの意味がね、ちょっと、そう言ってセーフだったら。意味がね、わからないんですよ。窓、なるほど。おー、なるほど、ね。あと、いや、峠。おー、正直ちょっと怖いけど、行ってみたい。なるほど。あのね、あんまりね、意味持たせない方がいいような気がするんですよね。なるほど。いや、峠はね、実は行こうと思ってたんです。あ、本当ですか。正直、早すぎて。いや、もうこれは、取れないな。取れない。取れないよ、まずいじゃん。話、こっち行こう。はい。すげえ。行く？城を取る話。いや、
なぜこれでいいの？なぜってもう取れるのがないからいきます。はい、箱根の坂。これにしました。はいはい、あれちょっと待って、というわけでちょっと待ってください何ですか？いや、なんか嫌な予感がすごい嫌な予感がすごい。何ですか？あれちょっともう一回やり直して。それはもう無理です。いや、これでやり直していいんだったら必ず勝てます。勝てますよ、あなた。それでおい、なんかすごいギャル感が。はい、じゃあ今回は、はい、じゃあ林さんから発表いたします。はい、林さん、ミミックカードが、ございます。あるか。はい、ミミックカード、窓開かざるの線。なるほどね、これかー。これ書いたら誰ですか、ちなみに。はい、誰でしょう。窓僕です。くそ、猿は僕です。よーし、よーし、おー、やったわ。じゃあ次、寺島さん。はい、ミミックカードがございません。おーし、あー、出た。よし、出た、寺島さん。あれ、ちょっとやべえ、俺取りたいんだから。はい、寺島さん、ミミックカードございます。うん、はい、大海原の太陽、雪月花。イエーイ、2つそれぞれです。はい、そうです。僕は雪月花です。僕は大海原。はい、ま、優勝は、はい、寺島さんです。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、こっからです。そして、最下位は林&カジノ。そうだね、同率でしたね。マイナス2だ。そうです。これ僕です、キャビアン。キャビアンテンダントは林さん。どういう意味がわかるこれ。いや、だからそれぐらい飛ばしていけば、あ、むしろってことですよ。それが単独最下位じゃなかった。それで、ね、単独最下位は逃れた。そうですね、いつもとはちょっと人が違ったということですね。そうですね。というわけで、はい、ゲームは以上でございます。ありがとうございます。優勝です。が、ここでね、ちょっと、カジノさんから発表がございます。はい、これは僕らは行った方がいいですか？いや、別に行った方がいいですか？一応、なんと言ったらいいんでしょうか？はい、決断をしたんですよね。もう、だからマジギももう、一応終了になるんですよね。そうですね、結果ね、我々の決断でマジか。僕と寺島さんが大喧嘩しまして。そうですね。血の血を洗うね。ちょっと見たくないですね、顔を。いや、それ僕がもうやめると。いやいや、まあ、そういうわけないですよ。やめたいと言ってしまったので。いや、終わりということで。いや、ありがとうございます。そう。いや。結果ね、3人でこの後投稿ゲームをやるんじゃないかみたいなくだりになった時に、はい、じゃあ僕もやらないっていうふうに僕も言いまして。そう、ね、結果。カジノさんが一応ね、まあ、活動を一応辞退するということで、はい、で、結果じゃあ残り、投稿案がまだ少しございまして、うん、 そこまでは続くんですが、そのあたりに林さんも寂しくなったからもうやれないって。それはなんでね、やってほしかったけど、ね、今コメントで林さん、カジノさんやれないでっていうことが来てますから。いや、本当。すいませんね。お二人さんがいなくて、これからは私と草君。そうです。明日からちょっと心もとないんですが、もうちょっとだけ続きますので。申し訳ない、申し訳ない、署名運動してください。はい、本日は以上です。ありがとうございました。